おはようございます。12月15日午前10時25分モーニングショットをお届けしたいと思います。昨日は、バイバイ方針と作れず、申し訳ございませんでした。本日でございますが、FOMC を受けて、一応134円台のミドルが固まった形は、しておりますが、戻り136円でだいぶ重たそうです。本日としましては一回推しを買ってみて、買い回転で回してみたいなというふうにドル円は考えました。135円の10ちょうどで買う、134の75ストップで、135円の6070利食いのイメージを作りました。ユーロドル 1.06 の5040買いから 1.0620 ストップ、 1.0695、 1.0705 で利食い。ユーロ円は144円台、2010で買い、143の85でストップ、144円の90、145円ちょうどで、利食いのイメージを作りました。ポンド円167の8070、買いで167の50ストップ、168の5565利食いを、イメージをしております。作った時は168円の15近辺ですが、今167の、92近辺まで下がってきて、だいぶ指し値が近くなってきました。差し値は7の75に入れております。これはポンドドル 1.03 の8575買いから 1.0350 でストップ、 1.23 のすいません8575での買い、 1.2350 のストップ、 1.24 の4555の利食いのイメージをタイトル作りました。OG円です。92の5545の買いから、92の25ストップ、93の0515利食いで、タイドル 0.684535 買い、 0.6810 ストップ、 0.6890、 0.69 ちょうどでの利食いを。ニュージー円87の0586の95で買いから、86の70ストップ、87の6575利食い。タイドル 0.642010 買い、 0.6390 ストップ、 0.648090 利食いのイメージを作っております。予想通りの FOMC でございましたけれども、一応ドットチャートから見ると最終到達点が上がる可能性がある、もしくは来年度の利上げが小幅ながらも続く可能性があるということを考えますと、むやみに大きくは売れないだろうという気はしております。推しを一回買ってみて、今日の流れ5円台での動きかと思いますが、回転をさせてみたいなと、そんな風にイメージをいたしました。それではまた何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。モーニングショットこれで終了です。